小太郎塾やつ教室です。今日は生徒さんからのお声をいただきましたので紹介させていただきます。浪人せずに大学に進学するには程遠い状況でしたが、なんとか合格することができたので安心しました。ということで、こちらはですね、君が高校に、お通いの生徒さんだったんですけども、ちょっとですね、あまり勉強する習慣がなかったので、非常に大変な生徒さんだったんですけども、なんとかですね、現役で合格させることができました。おめでとうございます。